バッターボックスには6番板山、フォアボールのランナーが出ています。これが初球、初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、本塁タッチはアウト、ツーアウトランナー二塁。先ほどのプレーです。ヒットは打ったんですがアウトカウントを一つ増やしてしまいました。これから6回カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。二保がマウンド上に上がっています。緊迫感のある中での登板となりました。秋山がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。インサイド変化球決まっています。これはバットが泳ぎます。あっという間にツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は2番菊池、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。ワンアウトランナーなしです。これが2球目、低めはボール、スライダー外れます。さあ4球目は何か、これはどうだ、三遊間抜ける、菊池今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスは3番西川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。アウトローのランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるラン、外の球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそしてバッターボックスにはマクフォール入っています。さあツーアウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど。そう、右中間へワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、カープ先に点を取りました。1対0、試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。タイムリーで先制点を奪われています。バッターボックスは5番デイビー。タイガース継投策が裏目に出たか、この回先制点を許しています。里崎さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあ当然そうですよね。まあしっかり低めに集めていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ファウルになります。フルカウントです。見逃して三振になります。三振を奪ってピン、対カープの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。渡辺が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、僅差での勝負となってますんで、この回1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。まあそうですね、これ以上点はやれないですから、まずはミスをしないことですよね。はい、見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の堂林。ワンアウトランナーなし、インサイド変化球決まっています。引っ張った、
ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打席には8番バッター相澤。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。いやーコースは良かったんですけどね。さあ打席には先発の森下が入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。送ってきた。あーっとファウルボールです。送りバントだ。あーっとフライになった。ファウルです。ここもバントの構えを見せましたが見送っています。バントしました。三塁方向ピッチャー取った。一塁アウト。きっちりと送ってきます。さあここでカープ代走を送ります。宇草がサード。さあそして打席には秋山が入ります。さあ2アウトながらなおもピンチの場面。まあちょっと相手につながれてますから三塁線掴んで3-7の攻撃になります。バッターボックスには2番山本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。タイガース1点ビハインドで迎える7回の攻撃。インコース打ちました。いい当たり。レフトに大きな打球伸びていく。どうだどうだ。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。山本これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには宝治入っています。さあ一打同点のチャンス。まあここは逃さない場面でしょうね。なるほど。タッチもセーフ。まずはストライク。走ってきた。キャッチャーは三塁へ。セーフ。盗塁成功。さあここはなんとか得点に結びつけてほしい。ランナーは三塁に進んでいます。そうですね。リスクは覚悟の上だったんですけどいい走塁でしたね。これから8回カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。小林がマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは2番菊池。先ほどの打席でヒットを放っています。キレのあるボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。落としました。外れます。高め打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックス西川。今日はまだ当たりがありません。ファーストランナースタート。セーフ。盗塁成功。初球から決めてきました。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね。走ってくるとは分かってたんですけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということ。右中間へ。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。おっとボールが落ちている。落ちている。ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席にはマクフォール入ります。さあワンアウトになりましたがまだピンチは出していません。まあここを抑えきれば。変化球打った。セカンド取った。一塁アウト。ランナー三塁はそのままです。
まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を追いたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには5番のデイビー入っています。このピンチ見逃しで三振を奪いました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。この場面での三振は理想的じゃないですかね。